や間違えないで、絶対間違えるって言ったもん俺。めちゃめちゃあーって感じだったから、うん、なんか間違えちゃったかな。間違えちゃったんだ。続いて八役板垣瑞希さんです。ああ。いや間違えないで、絶対間違えるって言ったもん俺。いや本当に間違えるとは思わなかったよ。お願いします。お願いします。お願いいたします。さあ立ち位置細かくてすいません、ありがとうございます。いやいやいや、はい、ちゃんと確認してたのに、はい、位置が間違えたんですよ。あ、間違えたんですね。位置が位置を間違えました。すいません。結構好きだよねダジャレね。あれいつだった初対面？オーディションの時。オーディションですね。あ、オーディションの時か、はい、うんうん、あらって、わかんないけど俺のあの時のすごい勝手な印象なんだけど、俺のことこう、うん、なんか知ってる感じじゃなかった？そうだね。そうだよね、うん、俺、だから俺全然その時こうピンときてなくて、そのオーディションでだってアランがいるなんてことも言われてなかったし、ああ、そうだよね、うん、で、そのなんて言えばいいんだろうな、もう界隈も全然違う中で、うん、僕別に芸能人に対してすごいディグったりする方ではないので、うん、で、あーってこうアランが最初にお、久々って感じで来てくれて、俺全然知らないからうわっ、え、そうなの？そう、俺だってめちゃくちゃ瑞希がいいですでめちゃくちゃアランが押してて俺知り合いなんでみたいな感じだったよ。あ、なんすか。だけどやっぱ初対面はやっぱ知り合いなんでぐらいのテンションでいかないと。あ、そうだ、ね、あ、そういうこと、はい、そうです。めちゃ、ほんとすごいね、はい、すごいね、はい、それはがすごいわ。あの時はなんかこう、ああみたいな感じになっちゃって、そう、めちゃめちゃああって感じだったから、うん、なんか間違えちゃったかな。間違えちゃったんだ。あ、間違えてた。いやいや、なんとなくこう、違う人つながりで話は聞いてたんですけど。なるほど、そっかそっか。それが、よかったね、ピントは来てなかったけど、うん、仲良くなれたっすね。監督どうでした？初めて2人見た時。いや、でもなんかあの、2人並んでみて、あの、まあ、やっぱ感じがいいっていうのはこの言語化できなくて申し訳ないんですけど、はい、あの撮った時楽しいだろうなっていうのはすごく感じました。あ、あのオーディションの時ですか？そうですね、はい、うん、はい、そうですね、僕はこの作品でなんか適当っていうのも超大事なんだなってすごい思ったんですよね、生きる上で。なんか適当ってこうすごい大事な言葉だなって思って、楽しく遊んで暮らす適当にっていう、なんかみんなこうね、映画に意味を求めたりとか、もちろんこの映画にも意味は入ってると思うんですけど、でも意味がないことを僕らはこう人生やってって、それをどう楽しむかってことだと思うんですよね。生きて死ぬ間にこうどれだけ意味のないことをやっていくか、なんかこれはそういうなんかこの1と8っていう人間がなんかこの意味のない行為をどれだけ楽しんでどうやって乗り越えたのかっていう、なんかそれがこういろんな人になんか今やってることって実は意味ないけど実は超楽しめることっていうものをなんか伝わるというか、なんか適当に楽しんでくれたらすごくいいなって思ってます。本当にでも本当に大好きな映画なので、ぜひいろんな方に見てもらいたいと思うので応援よろしくお願いします。高木さん、ありがとうございます。今日はお越しくださりありがとうございます。そうですね、あの、まあ、瑞希が言った通りこの映画はあの、まあ、僕が偉そうに語れないんですけど、今の時代にはなんか珍しいなって思える無駄なシーンがあるんですよ。そう、なんか今ってやっぱ意味のあるシーンをやっぱ羅列してる作品が多いと思うんで、だからやっぱ無駄だけど無駄じゃないんですよ、よくよく見てみると。だからそういう余白をね楽しんでいただけたらなって思いますし、僕ら出演者一同、あのスタッフさん一同、その今のなんだろうな、僕らの全てが入ってる映画だと思うので、あと僕は一生大切にする映画だと思うので、皆さんぜひ楽しんでやってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。